では参ります。お願いします。では改めてですね、はい、ここからピンちゃんの今日は大好きが始まるということです。ピンちゃんはちなみにそもそも知ったのはいつぐらいからなんですか。いつこっから知ったって自覚したことはないぐらいやっぱり有名なあのプリン君なので、でも小さい頃から知ってましたね、ずっと。それは多分ご両親なりがそのグッズなりを買ってそばにあったっていう。あ、友達が持ってて、でそこからまあ興味を持ったというか、可愛いって思ってましたね。それはでおいくつぐらいの時ですか。小学校の時です。その後ご自分で、はい、クリちゃんの書いてあるこう、まあ、ノート文房具なり何なりを買い始めたっていう感じですか。私が持ってたのはあの展示のところグッズ、昔からのグッズっていうコーナーのところにもあったんですけど、ポムポムプリン の定規を持ってました。ちなみに今あの三條さんのキャラクターもいっぱいありますけど、はい、クリちゃんの尊敬をちょっと改めて。本当に可愛い。ここに来ると本当にいろんなところが詰まってて、私も共通点が結構あって、先ほどあのおっしゃってくださった、まあ、グランプリをいただいたってこともそうですし、20歳20周年ってこともそうですし、あとあのプリン君の趣味が靴集めなんです。で私も最近すごく靴に興味を持ち始めてるのでっていうところで、私なり勝手に親近感を持ってますね。あとはもう何しても可愛いです。はい。初めておっしゃいましたけど、それって具体的にはスニーカーがそういうものですか。まあ、でも歩きやすいものがいいなとは思ってて、ちょっとしたヒールですね。あとはデザイン、まあ、黒が好きなんですけど、同じ黒でもちょっとワンポイントでシルバーが入ってたりとか、若干ですけどデザインが違うものを集めたりして。でもプリン君は靴集めですけど片っぽしか集めないんですよ。なのでそこも本当に可愛いなと思って。今同じ20歳とか、はい、まあ、年末がお誕生日なんで、まあ、19歳でいらっしゃいますけど、はい、あと2012年に、まあ、デビューされて、その年を1年目とすると、今年でデビューして5年目に私、ね、はい、なりますけれども、この5年間振り返って改めていかがですか。そうですね、早かったです。早かったですし、何よりも楽しかったですね。お芝居と出会えたことがやっぱり一番嬉しくて、お芝居と出会えたことで、まあ、それまでこんだけ好きだっていうことがなかったんですけど、今は堂々とお芝居が一番好きだっていうことを言えますね。本当にこれからもっといろんな作品と携わっていろんな方にいろんなことを伝えられるような人になりたいなと思います。藤本さんは今後こんな役やってみたいとか共演してみたいとかどなたかいらっしゃいますか。こんな役やってみたいっていうのはここ最近、ま、悪女って言われるものが多かったので、もう天真爛漫で純粋で元気な女の子を演じたいなと思います。共演したい俳優さんとか女優さんっていらっしゃいますか。そうですね、でも、まあ、一度事務所の先輩の上戸さんとはアイムホームで共演させていただいて、でも同じシーンがなかったので上戸さんともご一緒したいなと思いますし、やっぱり事務所の先輩ともお芝居してみたいなと思います。まあ、年末のお誕生日なんで、まだ10代いらっしゃいますけれども、まあ、年内、これはちょっとやっておきたいなっていうのを思って何かありますか。年内ですか。年内、そうだな、あ、
園に行ったんですけど、歩くのが遅かったのか半分しか回れなかったんですね。なので残りの半分年内に回りたいなと思います。そんなに広い動物園に行ったんですか？広、そうですね、あの結構トラ、猫科が好きで、トラとかライオンのところに1時間いて、ちょっと時間がなくなっちゃったので半分見れなかったんですけど、カメラを持って行きたいなと思います。